こんにちは、公邸料理人の谷川綱吉です。本日はですね、日本で子供から大人まで大好きなオムライスというものを作っていきたいと思います。これがカットした食材になります。要するに中身ですね。白いご飯、鶏肉、パプリカ、玉ねぎ、ニンニク、マッシュルームになります。熱したフライパンにオイルをひいて、その中にガーリック、ニンニクを入れていきます。そしたらですね、ニンニクがこのようにこのぐらいの色になったら、今度はお肉、鶏肉を入れていきます。じゃあ鶏肉の次は玉ねぎ、オニオンを入れていきます。そして玉ねぎを入れて炒まったら、今度最後こちらの食材を全て入れて、そしたら合わさったらですね、少しここで塩コショウ、下味を少しつけます。今回こちらの野菜を使ってますが、冷凍のミックスベジタブルでも可能です。このようにパラパラの状態になったら、ケチャップで味付けをしていきます。で、炒まった野菜、そしてケチャップを入れた状態のものがこちらになります。そしたらですね、こちらができた具材なんですけど、今度それを包むオムレツのネタを作っていきたいと思います。卵を4つ、卵を4つも割ったら、まず溶いていきます。溶いたところに少しのお塩と白胡椒、牛乳と生クリームを入れることによってふわっとしたオムレツができます。じゃあこちらの熱したフライパンにバターを入れていきます。で、なじませます。なじんだら卵を入れていきます。このように周りから中に、周りから中にスクランブルをかけるようなイメージで、ね、じゃあ作っていきます。中にご飯を入れていきます。そしたら包んでいきます。こちらで完成になります。